緒に活動してます。夏目ひなです。ソフィアと一緒に活動してます。北原優乃です。弟子です。ジョーです。顔。せーの。なんとなクッキング。いつも全員ライブした後にさ、撮ること多いじゃん。緊張？久しぶりに。そうね、確かにお披露目配信以来じゃない？そうだね。そうだな。ライブ前の姿を。そうだわ。久々人間になった感想は？違う。いつも人間だよ。いつも人間として生活してるの我々。そうだった。私たちも人間だよね。そうだった。私たち今日実写で料理を頑張ります。ああ、頑張る。しないね。え、する？でも安心してください皆さん、はい、今日私たちは料理できないコンビですが、うん、できないとか言わないで別スタジオの方に、うん、指示役のジェシーと、うん、なんと料理が超得意なジュアが総監督としてね、素晴らしいお弁当を作ってるからね、うん、美味しい料理ができるかは2人にかかってるから。そうだね、頑張ろうジュア。うん、いやでもジェシーがね、いい指示をきっと出してくれると信じてるよ。そう、頑張る。ジェシーも頑張る。でも私料理の種類によるんだよね。私本当に中華しか作らないから。今回どういったお料理を作るんでしょうか。大丈夫かな。今日はなんと中華ではなく、残念でした、イベリア産のミラノ風ドリアを作っていきたいと思います。わあ、すごいお世話になってますね。そうなの。今回ね、ひなひなが料理をするとね、チーズケーキを燃やしたり、餃子を燃やしたりという過去をちょっと前科があるから。そんなことないよ。スタジオ燃やしかねないもんね。そんなことないよ。そんなことないよ。大丈夫だよ。だからまあ一応ね、念のため今回は火が禁止です。火禁止。何でちょっとじゃあやればいいんですか。今回は電子レンジだけを使って作ってください。やったー。電子レンジは使えるよね。うん、なんかペッて回してペッてやってガチャンって。大丈夫だと思う。まあ正解ではある。間違ってはなかった。まあまあまあ。いけるっしょ。電子レンジ担当がいるんで。ちゃんと開けよう。電子レンジ担当。それじゃあ美味しいミラノ風ドリアを作ってください。頑張ります。頑張ります。スタート。手始めに、お腹空いたから、うまい棒食べよう。いいね。おい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 。ちょっと待ってよ。ちょっと、ずるいぞ。いただきます。てか、しかもさ、なんで材料の中にうまい棒入ってんの。なんか、いい調味料になるかなと思って、持ってきたの。持参したの。え、開かないんだけど。調味料として。調味料を食べるんじゃない。叫ぶこと。それはそう。何からやればいいの。うん、教えて。ジェシー、はい、じゃあ早速指示していきますよ。まず、ご飯をチンしますか。2つとも使おうか、じゃあ。2つ、そう。2つとも使って、それ何分間チンすればいいみたいな。約2分。じゃあ2分。開けて。あっ。やだ、だいぶ盛大に開けたね。大丈夫大丈夫、いける。セーフ。大丈夫。開けすぎちゃった。うまいよ。え、これは先生2個一緒にやっていいやつですか？あ、見て。2個を温める場合は3分30秒って書いてるから。あ、じゃあ3分30秒で。いきます。お願いします。はい。イエーイ。今日の仕事終わったみたいなもんだよね。ね。ただの白ご飯だよそれじゃあ。はい、待ってる時間何すればいいんだろう。じゃあ待ってる間に何か作る？じゃあなんかやる？ハンバーグ作る。お肉あるじゃん。ミラノ風ドリアにハンバーグが乗っているのか？ちょっと待って。でも大量使っちゃったら後で食べれる？使うものなくなっちゃう。食べようとするな。じゃあその間、玉ねぎを切っちゃおうか。玉ねぎ。包丁なんですけど、誰に触ってもらいたいですか？それはもちろん。でもひなひな。私？じゃあだってお嬢包丁持てないって言ってたから。ねえ、なんか包丁持ったことないよねお嬢。なんか家庭科とかでさ、は持たなきゃいけなかったから持ったけど、私お母さんがお勝手場に私を入れなかったの。火を使わない、包丁を持たないって育ったから。持たないんです。昔なんかちっちゃい時にお母さんのお手伝いとかでやらかしたからとかじゃなくて、あ、違う違う、もう本当に本当に「あ、ゆうな入ってダメだよ」って「お母さんがやるからね」って言って。なるほど、ちょっと今それで突然包丁触ったら大変なことになっちゃうかもね。ね、危ない危ないからやめとこう。お嬢は猫の手ですよね。ありがとう。猫の手大事だよ、指怪我しないようにね。大丈夫。え、何切りする？みじん切り？何切りとかあるんだ。なんかさ、細かく切るとかさ、あ、細かく切りね。細かく切り、そこは任せるよ。玉ねぎってさ、皮むく？むくよ。皮はごと食べたことあるのか。どうやって剥くのこれ？まず半分に切った方が。切るんだ。半分に切ってん方が剥きやすいんかな。わかんないけど。そうそう。危なっかち、大丈夫か？大丈夫。あ、いいね。切れた。わあ、切れたよ。でこうペリペリすればいいんだね。なんかさ、ここの部分切るんじゃないの？ああ。切りますか、先生？これ切りましょう。あ、切るらしい。どう？あ、チーンだって。できた。あ、できた。やった。いい匂いする。お腹すいた。え、じゃあお嬢。ひなが玉ねぎ切ってる間、ひき肉を先にチンしちゃおうかな。何ワットで何秒？一番強いの700だっけ？700でまずどうしようかな。5分長い？でもほら。火通す分にはいいんじゃない？じゃあ5分スカチになっても大丈夫。あ、そっか。途中でちょっと様子見てみようか、一応ね。はーい。あ、そのまま行くとやばい。燃えます。やばいみたいなので、じゃあ一回ボウルの中に出そうか。耐熱ボウルがね、用意されてると思うから。あ、これダメなんだね、そのまま行くと。そうだね、発泡スチロールが大変なことになっちゃうかもしれないね。そうなの？え、ねえ、これさ、こねないの？ハンバーグにするの？おっきいよ、一個一個が。あ、でも多分チンしたらパレパレになる？になると思う。私知ってるんだけどさ、ここにね、お酒があってね、お酒の後ろの説明書に肉の生臭みを消すって書いて。あ、じゃあ入れようか、お酒。じゃあ任せた。適当？適当でいいよ。どうせ飛ぶから、アルコール。あ、本当？こんなもん？あれ見てなかった。4回し入れた。あ、いいじゃない。あ、ラップする？ここにラップあるよ。じゃあとりあえずラップしてチンしてみようか。はーい、いきます。はい、お願いします。じゃあ私はみじん切りをしてます。みじん切りそうやもん。頑張れ。なんかさ、みじん切りさ、こうやってさ、ジャキジャキジャキってやってったらさ、何それかっこいいんだけど。で、なんかね、なんかできるみたいな。お、すごい。そうだよね。総監督褒めてるよ。ちなみにひな、これみじん切りにするの初めて？お、みじん切りってどうや、なんかさ、ミンチじゃない、なんだっけ、ミキサーだ。私ブンブンチョッパーやる。あー、便利。自分でみじん切りしない。なんかこれだよね。すごい。ほら、あ、すごい。あ、できてる。あ、でもできてる。大丈夫。崩れていく。なんで？あ、すごい。大丈夫。あ、できてる。できない。あ、だんだん美人じゃなくなってきたぞ。かもしれない。いや食べちゃったら一緒じゃんもう。さ、ちなみにこのね、今白米が手元にあるのね。はい。ミラノ風ドリアって白米でいい？あ、ちょっと黄色っぽい。黄色くする？黄色くしようか。なんか黄色い調味料とかない？これはあるよ。あ、じゃあこれ入れて色付けしようか。ウコン。でもウコン好きじゃないよ。やめよう。ね、入れなくていいよ。好みが。ね、ターメリックにするとさ、味変わるの？なんか私みじん切りできないんだけど。どうなるの？ターメリックにすると味美味しくなる。あ、本当？ちょっとそうだよね。スパイシーな感じになる。あ、じゃあスパイシーにしてみようか。一回してみますね。辛くはないと思うよ。これこうやってやればいいの？あ、いいんじゃない？これさ、なんかに移そうよ。なんかよかった、気づいてくれて。よかった。器がせっかくあるから。あ、そういうこと。買わせていただこう。ちなみに今お肉どんな感じ？何も見てなかった。ちょっと見てもらっていい？ねえ。待って、持てないよこれ。あ、絶対熱いよ。熱いか。あ、そっか。バルーンみたいになってるの。カップケーキみたいになってるよ。しぼんでくる。しぼんでくるよ。軍手みたいなのあるといいね。そうだね。なんて言うんだっけ？ミント？ミトン。ミトン。葉っぱミント。ミントは葉っぱだね。出来上がったものがこちらです。なんか火通ってるよ。火通ってるね。通ってる。このお汁はいいやつ。汁はまあいっか。置いとこう。これ玉ねぎって全部みじん切りしとく？半分でいいの？半分でいいと思う。だってなんかもうお肉と同じくらいの量でいいかなってジェシーは思いますね。で、じゃあその玉ねぎをどうしますかジェシーさん？味あんまりしないから、ここになんか胡椒とか塩とか振って。玉ねぎ、玉ねぎに塩胡椒すんの？塩胡椒あるよ。いや、いい。これクッキングフラワーだった。的に入れるからいいんじゃないかな。そうだね。やる？ちょっと入れよっか。じゃあ味付け担当よろしく。私味濃いめ好きなんだが。いいよ、大丈夫。だってほら、ご飯もあるもん。確かに多くていい。あ、いいよいいよいいよ。ああいいよ。だいぶいいよってこと？やれの方じゃなくて？ちょっとこれは。ちょっと混ぜようか混ぜようか。あ、いい感じ。はい。なんかそういうのが渋い感じになってきたけど。いい感じ。これは何ワット何分やりますか？これまあ700で、さっきは5分いかなかったよね。5分から今ね1分もいかずにこの状態です。1分にして様子見よう。はい。もう包丁使わないよね。多分もう使わないと思います。これやっちゃおう。あ、そうだね。あ、そうだね。これをちょっと黄色く。あ、オッケー。はい、ご飯を黄色くしていただいて。いや、これも好きな量だけ。好きな量だって。好きな色にしてくれていいよ。ウコン。うん、好きじゃないよね。わかんない。ウコン食べたことないけど、なんかウコン。食わず嫌いだった。食べたことないのに嫌いなんだ。なんかさ、あれだよね。高麗人参みたいな。ああ、臭いね。やめて。臭くはないから。これから食べるのよ、それ。どんぐらい？なんかまばらじゃない？まばらじゃない？全部入れちゃえば。全部？ちょっと待って。あ、いい。だってさ、ミラノ風ドリューって結構黄色いよ、ちゃんとみんな。結構黄色いね。ね。これさ、蓋外せないの？ごめん、全部はやめよう。どんぐらい入れるのかなこれ。もういいよ。これよく混ぜてたらよくまばらない。まばらだよ。ほら。なんかでも大丈夫。ちょっと混ぜよう。固まってな。臭いね。あ、でもさ、こんな感じの匂いするじゃん。ちょっと。本当に？じゃあここまでじゃないけど。なんかさ。お団子みたいになってきちゃう。頑張って混ぜて、もうちょっと混ぜよう。混ぜたらさ、お米がお餅になっちゃうよ。そんななんかおさななんか切るように。切ってる。こうやってね、切ってるよ。いい感じ。ジェシーさん、はい。チンしましたよ。どんな感じになっちゃいました？湯気が立ってる。あ、じゃあ大丈夫だ。大丈夫？湯気立ったらもうオールオッケー。味見した方がいい？大丈夫なの？これさ、大丈夫かな？塩コショウが固まっておりますが。混ぜるから。本当？後々混ぜる？大丈夫。本当？こんな感じです。これさ、あ、いい感じです。あ、いい感じじゃない？ご飯こんな感じで。よき？あ、いいじゃん、綺麗。いいよね。結構いい感じだよ。チャーハンみたいになってる。これもスパイシーで、これも結構スパイシーで。あとこれはどうしたらいいんだ。いろいろ揃いました。こっちは結構味なんだ。ストップ！総監督の悲鳴が聞こえたわ今。止めれない？止めれる？